Oye. すき焼きか。景気がいいな。いいことあったのか。私も少しやりくり上手になったんだ。ごめんください。おじき、ちょっと気になることが。なんだ。今日町で遥ちゃんが男二人と話してたんです。結構親しそうに。でもそいつら一目見て肩着じゃねえなって分かる奴らだと思うんで気になっちゃって。今日はごちそうだね。お肉たくさん。いっぱい食べてね。you
ありがとう。見ねえとわかんねえか。兄貴、やっぱ厳しそうか。そりゃそうっすよ。計算したんすけど、やっぱ相当厳しいみたいっす。急に家賃が上がるなんて聞いてねえからな。それに食費だけでも結構かかるしな。みんな結構食うんだよな。とにかくこれ以上金かかるとやばいっすよ。もう来月の家賃も厳しいくらい。これじゃもうやっていけないっすよ。分かった、行くぞ。でもどうしたら。キリーの兄貴は何て言ってんすか。兄貴には言ってねえ。心配かけたくねえし。じゃあ俺らでなんとか。バカ、俺ら自体が苦しいのにそんな余裕ねえだろ。そっすよね。いえ。